皆さんこんにちは、パッツロ必勝本の嵐です。本日はこちらにありますパッツロ戦記絶唱シンフォギア勇気の歌を解説させていただくために三京さんのショールームにお邪魔しております。こちらのシンフォギアなんですけれども 6.2 号機らしく、どこからでも2400枚の完走が目指せる出玉制度、引くフラグによってその後の展開が大きく変わる自力感満載のゲーム性、そしてシンフォギアといえばやはりパチンコで大人気のコンテンツですけれども、その遺伝子をしっかりと踏襲した演出など魅力満載の機種となっておりますので、今回はそちらをしっかりと私が解説させていただきたいと思っております。それでは早速ゲームフローの解説に移らせていただきます。通常時は主に規定ゲーム数消化もしくはレア役成立時の抽選からチャンスゾーン突入を目指していきます。もちろん直撃 AT のルートも存在します。チャンスゾーンは GX バトル最終決戦の2種類が存在し、 GX バトル中は敵キャラであるキャロルのライフをゼロにすることができればAT 濃厚となります。また AT V ソングはセット数上乗せ&継続率のループによって出玉を伸ばしていくゲーム性となっており、消化中はさまざまな景気でセット数上乗せ抽選が行われます。最強の上乗せ特化ゾーンである絶唱へ突入すれば AT セット数大量上乗せのチャンスとなっております。続きましてスペックの詳細です。チャンスゾーンの初当たり確率と AT 初当たり確率はこちらとなっております。チャンスゾーン初当たり確率、AT 初当たり確率ともに設定差が存在し、設定6は AT 突入のチャンスが頻繁に訪れるのが大きな特徴となっております。また本機の天井には確実な恩恵も搭載されており、ハマり台からの一撃にも期待ができる仕様となっております。それでは早速打ちながら解説していきたいと思います。さあまずですね、朝一などはこのクリスの部屋ステージからスタートするんですけれども、主に有利区間移行時やあとはチャンスゾーンの敗北後はですね、こちらの一直線ゲームというものからスタートする流れとなります。まあ、こちらここに書いてあるんですけれども、リプレイレア役押し順ナビ出現で一歩前進していく、そして一歩前進するごとに目の前のアイコンを獲得していく、まあミニゲーム的なものになっておりまして、このアイコンを獲得することによって展開が有利になったりとか、現在滞在しているテーブルだったりあとは設定だったりのヒントがもらえたりするような流れの演出となっております。で基本的には一直線ゲーム、まあ、20ゲーム滞在するんですけれども、これが40ゲームになることもあります。さあそして今リプレイ獲得しまして、ゲーム数加算のアイコンをゲットして今10ゲーム消化ゲーム数が増えたという形になりました。だからそういうアイコンをゲットすると規定ゲーム数がどん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 自力で近づいていくという流れになりますね。お、こういうナビは嬉しいですよね。左側が青ナビ、右側が白ナビなので、まあ、左側が選ばれやすいですからリプレイを引いた可能性が高い。でリプレイが揃いましたんでアイコンを獲得すると。で今回はクロス付きのテーブルというアイコンを獲得したんですけれども、規定ゲーム数を管理するテーブルの示唆をする演出となっております。まさにテーブルがテーブルを示唆する、かなりユニークな演出になっているんですけれども、今回はクロス付きのテーブルですが、まあ、複数ありまして、これが豪華であればあるほど上位のテーブルに滞在している期待度が高くなるといった演出になっております。お、で今びっくりマークの赤ナビが出ましたけれども、こういった演出の時はより対応役の期待度が高くなります。はい、リプレイを引いて今回ホニックゲインというアイコンを獲得しました。こちらGX バトルの期待度アップと書いておりますけれども、このホニックゲインを獲得してチャージしていけばいくほど、この GX バトルの復活期待度だったり、あとは後ほど改めて詳細解説しますけれども、絶唱バトルという上位のバトルに突入する期待度も高くなるといった形になります。さあそれではまず前後しちゃいますけれども、打ち方を解説させていただきます。通常時は左リールに絶唱絵柄、まあ、バーを狙っていただきましてチェリーをフォローしつつ、右リールは適当打ちで OK です。でスイカが転廃した時のみ中リールにもスイカを狙えば OK と。
でレア役は大きく分けると弱レア役と強レア役の2種類が存在しまして、まあ、チェリーとチャンス目それぞれに強弱があるという形になっております。おさあこのような演出時には、まあ、レア役の可能性が高いのでしっかり小役狙いしていきましょう。左スイカ止まってますね。で右は敵と落ちしてスイカが転廃したら中リールにもデッサンからお願いします。これで今スイカが成立しましたので一直線ゲーム突入のチャンスという形になります。それ以外のレア役で、まあ、チャンスゾーンの抽選を行っていくんですけれども、通常時には状態の概念もありまして、降格状態に移行している時ほど、チャンスゾーン当選率が高くなると。で、降格移行景気がジャックチェリーという形になっております。だお、ちょっと前兆っぽくなってきましたかね。ちょうど今110ゲームぐらいですね。はい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 。あ、で、こちらのペンダントの演出が頻発すると、まあ、全長滞在の期待度が結構高くなるのかなというような体感は受けております。あ、第3でしかもペンダントの数が多かったんで、まあ、これは全長いるでしょう。であとはステージもですね、あ、ちょうど今、あ、地方樹シャトーの方行きましたか。この地方樹シャトーは AT 終了後とかに、まあ、引き戻しステージとして移行することが多いんですけれども、このような形で通常時にいきなり地方樹シャトー行くとかなり本前兆の期待度が高くなるんじゃないかなと、まあ、シダの段階では手応え得てます。まあ、基本的にはこういったステージを経由して精鋭モードに入った方が、まあ、本前兆の期待度が高いのかなというような印象です。さあこれで演出に発展しまして、精鋭モードに突入したと。これがチャンスゾーンのメインの前兆ステージになります。おお、しかも精鋭モード突入時の演出もまあ2パターン存在しまして、こちらの演出を経由すると非常に期待度が高くなるといった形になってるんじゃないかなと思われますので、これは相当、チャンスの当選の期待が持てる流れですね。さあそれでは精鋭モードを消化していきましょう。精鋭モード中なんですけれども、左と右にキャラアイコンがありまして、このキャラアイコンが増えていけばいくほど、参戦すればするほど本前兆の期待度が高くなる前兆ステージとなっております。で法則としましては、左側だったら左側、右側だったら右側といったように、同じ方のキャラが満タンになれば、期待度が高くなるといった演奏の流れになっております。さあイコライザーエンスから、さあまずは参戦、調べが参戦ということで右側のキャラですね。さあここで、まあ、これは今のところ通常パターンですが、発展者ですかね。で青文字と、あ、こちらはチャンスアップです。はい、これで、発展という形になりました。さあこのバトルなんですけども、オートスコアラー、まあ、敵のキャラと、まあ、味方キャラの組み合わせによっても期待度が大きく変わるバトルとなっております。ただ細かい組み合わせを知らなくても、まあ、ここの期待度の表示でもうかなり分かりやすく期待度を示唆されますので。おお、チャンスアップですね。さすがにもう安心して見守っていいレベルだと思いますよ。はい、で僕が打った体感なんですけれども、もうとにかくこのプッシュボタンを押させてくれるようになったらもうかなり期待度高いです。あの、なんていうんですかね、こう頻繁に押せないんですよ。
だから押せるよってなるとかなり期待度高い状況なんじゃないかなっていうのが僕の指導した時の感想なんで、もうここまで来ればもうかなり安心してプッシュを押していいのかなと。さあこれで演出成功しましたので、ここからチャンスゾーンに突入するという流れになります。さあそれでは GX バトル見てまいりましょう。はい、ここがですね非常に自力感のあるチャンスゾーンとなっておりますので、そのポイントしっかり解説させていただこうと思います。はい、まずはですねこの先制攻撃のアイコン、まあ、こちら一直線ゲームとかで獲得できたりするんですけれども、この持っているアイコンによってまず初期ダメージ、これを与えることができますので、今回は襲撃ですね、まあ、下から2番目のアイコンかな、まあ、こちらで1000ダメージを与えた状態からいよいよ本ちゃんのバトルが始まっていくという流れになります。はい、まずは翼、こちらがラウンド1の、攻撃キャラになってるんですけども、一撃必殺タイプ翼での勝利で絶勝バトル確定ということで、一人目でいきなりキャロルを撃破できれば恩恵がしっかり存在するといった流れになっております。じゃあどうやって撃破するのっていう感じなんですけども、ここからなんですよ。ここからのレバー音が非常に自力感満載です。まずはですね、左リール、中リール、右リールにそれぞれ技のアイコンをセットしていくんですけれども、今500、1000、奥義といったようにダメージの異なるアイコンが3つ出てきております。これがまずどれがセットされるか。はい、左リールには奥義アイコン、もうこれ赤で表示されているように大ダメージが期待できるアイコンがセットされました。これをですね3ゲーム間使って左、中、右それぞれにアイコンをセットしていきます。でもちろんですね、この間にレア役を引ければ大ダメージだったり、それこそ一撃で撃破しちゃったりなんかのチャンスも生まれてくるような形になってきますので、もちろん成立役も重要なんですけれども、なんといってもこの技アイコンがどのリールにセットされるか、ここがまず運命の分かれ道になっております。はい、こういった形で今左リールに奥義で、中右はダメージ500の技アイコンなんで、これはもう是が非でも左リールがいいわけじゃないですか。この後じゃあこの抽選一体何で行うのっていう形なんですけども、これ押し順ベルで行っていきます。なので左第一押し順ベルを引けと思いながらこのレバーを叩いていくと。で、今回は見事左リールを引き当てましたので奥義発動でダメージを与えていくと。で奥義も種類がありますので、もちろん右側の奥義が選ばれると大ダメージ、これはもう一撃いくんじゃないか。あ、まあ、とりあえず今回は一番左側の奥義でしたが、それでも2000ダメージを与えていくと。なのでどの技アイコンを自力で引き当てるか、ここがチャンスゾーン突破の重要な鍵を握るポイントになってます。で、今左の押し順でダメージを与えまして、この押し順履歴っていうものがここに溜まっていきます。で最終的に響き、一番最後のキャラに移行した時にこの押し順履歴が溜まっているところの押し順を引ければまた大ダメージのチャンスみたいな感じで、この1回1回の戦いが無駄にならないようなシステムにもなっております。はい、次はクリス、波乱タイプということで奥義だったりバッケン、まあ、大ダメージが期待できる技アイコンに期待できるキャラだよというような形になっております。さあ参りましょう。さあいきなり奥義来ましたね。しかもいいじゃないですか。さあ波乱っていうぐらいですから、まあやっぱり奥義王は500なのかなみたいな感じで僕は予想してるんですけど、いいとこに置きましたね。さあというわけで、左側がめちゃくちゃ嬉しい、中右はうーんっていう感じの配置になりました。なので左第一ナビをイメージしてまたレバーを叩いていくと。これマジで己の引きですからね。なのでたまたま今押し順ベルを連続で引いてますけど、引けなかった時にはこのセットされた状態で持ち越されていきますんで、ここにできればないです。でまあまあ中引いちゃったんで、今回は500ダメージでかつ中に押し順履歴が即されたという形になりました。それでは3人目いきましょう。
ラウンド3。はい、今回は、サポート強化タイプということで、もちろんこの2人でダメージもしっかり与えてくれるんですけれども、押し順履歴が、2人分ストックされますので、引いた押し順を後ほど引けば有利になるよっていう、そのサポートに強化したキャラクターとなっております。だから響きに期待を託すようなキャラクターということですね。さあ、これでラウンド4。はい、マリアなんですけども、こちらは追撃チャンスタイプということで、攻撃後の追撃発生が他のキャラクターよりも起きやすくなっていると。さあ、これはやっぱ中にいいの置いて中引きたいですね。まあまあまあ、左に保険をかける意味で左奥義で、これ中奥義だったらめちゃくちゃ嬉しいぞ。この辺で結構でかく削っておきたいんですが、なるほど、今回も左は嬉しい、中ももちろん嬉しい、右はあんま嬉しくないみたいな。まあ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 、500ですけど、次の響きで中第1ベル引ければ、まあかなりダメージ期待できるようになったんで、追撃はできなかったんですけど、まあまあ最低限の仕事を果たしてくれたんじゃないかなと思います。さあ、これでキャロルが残り5500の体力を持った状態で最後の響きのターンになりました。ここからはずっとですね、キャロルと響きのバトルになっていきます。で、リプレイ で味方参戦ということで、リプレイを引くことによってここのキャラが増えていく抽選も行っております。そうですね、ここに、まあ、結果的にどのキャラが来るかっていうのが表示されてくるんですけど、ここでリプレイを引くと1人しかいなかったはずなのに増えたりとか、そうすると増えるとダメージ量も増えるっていう流れになります。さあ、ここはですね、やっぱ4人いますから、あ、一撃撃破イコンなりましたね。だから次でなんか第1ベルが引ければ、もうダメージ関係なくAT 当選という形になります。これめちゃくちゃ熱いですよね。で、右側はキャラアイコン増えてないんで、ここでリプレッシーってないかとなると、そのまま500です。だからこの状況だと、まあ、この後もバトル続いていくんで、まあ、最低左は取っておきたい。でももちろん目指すのは中ですよね。まあ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 、最低ラインですよ、最低ライン。まあこれ実際めちゃくちゃ悔しいでしょうけど、ただこの後も、ラウンドは続いていきます。キャロルに負けない限りこの流れをずっと続けられるんで。さあ、では、この後どういった流れになると終了してしまうのか、これジャッジレバーまで3ゲームとなっておりますけれども、3ゲーム後に左第1ベル、もしくは右第1ベルを引いてしまうと終了のピンチですよという流れになっています。もちろん中だったら攻撃を加えてダメージを与えるという流れになるんですが、ちょっと3分の1厳しくねえかと思うんですけれども、こちらですね、リプレイでアイコン変換のチャンスがあります。まあ、リプレイで変換なんで、もちろんレア役とかを引いたらもっと有利な抽選を受けれると思うんですけれども、で一番あの嵐的にやっちゃいけない、これ中第1ナビをここで引きたくはない、やっちゃってますね。これなんか別に完全確率なんで関係ないんですけど、まあちょっとオカルト側に身を置いてる僕としてはちょっと嫌な流れだなって思っちゃうような流れですけれども、ここは中第一を引いて終了回避しつつダメージを与えたい。ああ、もうこれはもう完璧な、うまいと自画自賛していい引きですね。さあ、これでまず500ダメージを与えて、まあ、あとは体力を削り切るまでこの流れをやっていくと。だからここはですね、ここも消しちゃいたいですよね。そうすると安心してレバー叩けるんで。ただこのようにすでにチャンスアイコンになってるとこが強化される可能性もあります。で、これが強化されることによって激アイコンに変わるんで、あとは中さえ引かなきゃ OK と。
こういった形で右第一のベルを引くことができたので、今回は一気に4戦を削り切って撃破 AT V ソングに当選という流れになりました。それではここからはもう一つのチャンスゾーン最終決戦の解説をしていきたいと思います。まあ、突入契機としましては、先ほど消化していた声援モード、こちらがまあ失敗した時にまあ突入の可能性があったり、まあ他からのルートもあるんですけれども、基本的には声援モード中にまあ非常に期待度の高いパターンが稼った時にまあ突入期待度が高くなるみたいなんで、まあそういったルートから入る最終決戦、期待度約 97% のチャンスゾーンの流れを見てまいりましょう。で、基本的にはですね、このシンフォギアクライマックスというものを経由することが多くて、ここで最終決戦の文字が完成すれば文字通り移行するという流れの前兆となっております。さあ、ジャッジまでカウントダウンが始まってますけれども、このジャッジで文字が出現すれば継続していくという流れになります。こちらトータルで16ゲーム間の前兆となっております。世界を壊す、はい、これで週の文字が出てきましたので、また次のフェーズに移行すると。さあ、ファイナルジャッジ、ここで戦線の文字が出てくれば最終決戦に行こうという形になります。さあ、そしてですね、ここからなんですけれども、パチンコのシンフォギアを打たれていた方だったらもう演出そのまんまじゃんというような、もう完全踏襲の流れでチャンスゾーンが展開されていきますので、ぜひ注目してみてください。はい、それでは最終決戦消化していきましょう。ああ、ちゃんとこう足元の筐体が出てくるわけですね。さあ、キャロルを倒し V ソングをつかみ取ると。それでは参りましょう。世界を壊す、歌が最終決戦開幕。はい、まずはこの5枚のパネルをセットしてという、このパネルをセットして、まあ、どうなるのっていう話なんですけど、このあとセットしたパネルをもとにキャロルと5戦戦っていきます。で、1戦でも勝利すれば AT V ソングに突入という形になりまして、じゃあ2勝目以降はどうなるのっていう話なんですけど、勝利するたびに V ストックを1個ずつ獲得していきます。で、もし5戦全勝できた場合には絶勝上乗せ特化ゾーンに突入するという流れになりますので、まずはどのパネルをセットできるかで期待度が大きく変わってくる。じゃあまずはパネルセット挑んでいきましょう。さあ、まず1枚目は青、まあ、クリスのパネルなんですけれども、まあ、色が勝利期待度を示唆しておりまして、まあ青よりも緑よりも赤が欲しいかなと。さあ、2枚目。ただですね、ここで青が出てきたときに、うわ、また青かよってなるんですが、全部のパネル、いきなり裏切ってきましたけど、全部のパネルが同じパネルだったらもう期待度アップなんで、ならばここは緑よりも赤を目指していきたい。緑、ただね、ここはね、次の緑だった場合は別の可能性も見えてきます。ああ、緑ですね。さあ、そうなってくるとここ緑がいいかな。まあ赤はもちろん全然嬉しいんですけど、おお、これ、今充填完了したんですけれども、この後にパネルの昇格がありまして、その時にここが緑になると全部同じパネルになります。この後ですね、昇格抽選も大事。あ、ここが赤になっちゃったんで、もう全パネル同じっていうパターンはなくなりましたけれども、とりあえずやっぱり2戦目に赤パネルがあるっていうのは、まあ、非常に安心感もあります。ただもちろんもっと上を目指していきましょう。お、ナビなし、あ、そうか、ナビなしか、ダメ。
さあもう一個あげたい。よし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 、いいんじゃないですか。緑が4枚、赤が1枚、2個以上が目標。いきます。さあ次のゲームですね。文字色が赤だったら勝利期待度アップ。赤じゃないですね。頼む。失敗と。さあまずここは取りましょう。しっかり響き頼むぞ。諦めない、奇跡だって探ってみせる。お願いします。まあここはここはチャンスアップ出なくても響きなんで、オッケーオッケーオッケー。まずこれで V ソング AT でございます。さあストック取ろうぜ。よいよ、チャンスまた欲しいな。おーし、弱チャンス目引きましたから、ここでのレア役もちろん恩恵あると信じてます。まあ通常パターン、いや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 大丈夫でしょう。ありがとうございます。よし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 、いけます。4個いこう。4個、これはベルか。さあ決めてくれ。いただきます。おお、マジか。そうなってくると一戦目痛えなってなりますけど、まあ十分ですね、4つ取れれば。やはり期待度がもともと高い上に複数ストックの可能性がある、これが最終決戦の魅力となっております。それでは AT V ソングの解説をしていきたいと思います。こちらは1セット30ゲームで1ゲームあたりの純増が約 2.8 枚の AT となっておりまして、消化中は主にレア役で、V ソック継続抽選と、あとはボーナスの抽選も行っていくという流れになっております。その他にもですね、 GX チャンス目だったりとか、あとはリーチ目チャンスだったりとか、レア役以外の要素でも上乗せのチャンスがありますので、まあそういった流れをこの後消化しながら見てまいりましょう。お、で今ですね、液晶の両端にちょっと帯が出てきてますけれども、ここの帯が点灯するとですね、先ほど申し上げました GX 目、要は GX チャンスへの突入目が出る可能性がアップしている状態だよということが分かるという形になっております。さあまずは何か引いていきたいですね。おお、出現しました。なので現状は GX 目が出やすいぞっていう状態なんで、そのカットインに期待しながら打っていきましょう。まあ、継続率での継続の可能性ももちろんあるんですけど、よし、これで GX チャンスに突入という形になりまして、突入した時点で V ストック1個以上がもうもらえるような状態になるんですけれども、ここで成立役によってそのもらえる報酬を昇格するチャンスがあるんです。ここのレバーがめちゃくちゃ叩きどころです。うわ、いやナビなしかなと思ったんですけども、今回は押し順ナビが出てますんで、ベルで V ストックを1個獲得したという流れになりました。だからマジここは叩きどころですよ。お、あとはもちろんですね、このようにレバーオンで演出が発生した時にはレア役が成立している可能性もありますんで、だこの場合、弱チャンス目、ベルの小 V 型の可能性はありますね。お、逆転ですね。これでまた V ストックの抽選を受けつつ、まあ、ボーナスに当たる可能性も一応あるという状況になっています。左だ、右、中、ゲット。さあそしてこのセットが残り1ゲームと。中だ、これで、次セット継続バトルに移行すると
ただこの継続バトルが絶勝バトルになることもあります。その場合は継続プラスバトルに勝利すれば絶勝突入というかなり熱い継続バトルになります。そのどちらかに移行する流れになります。でまずは V ストックを1個放出してこのバトルはもう勝利しますよということが目に見えて分かる状態になった。さあ期待度も高い演出来ましたね。でもちろんこの間もですねレア役によっておそらくはその V ストックの抽選だったりとか何かしら我々が有利になる抽選は行われていると思いますので継続が決まっているバトルでもあの無駄引きはない仕様になっていると思われます。ああもうチャンスパターンがめちゃめちゃ出るんですねやっぱり。まあ、こういう継続濃厚のバトルを見て今赤同行版とか出ましたけど熱いパターンをこう覚えていくっていうのもまあ台を楽しむ上でのまあ重要なプロセスになってくるかなと。さあこれで継続しました。これで2勝目2セット目に移行します。このセットでは V ストック目に見えて獲得はできなかったんですけれども内部的には先ほど取ったストックがありますので、まあ、この後の継続バトルも安心して見守れると。ただ煽りが出てますね。青文字で赤文字でもストック告知はなかったですね。おお、そうか、なるほど。おそらく今のがもしかしたらこの絶勝バトルに入るかもよっていうまあ煽りだったのかもしれないですね。で絶勝バトルに入った場合にはこのバトルの決着あと1ゲームとつくんですけれどもこれで勝利できれば絶勝に突入とその期待度が約 50% あるよというようなもう入った時点でとりあえず継続が確約されますからめちゃくちゃ嬉しいバトルですね。さあ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 、セットしましょう。いきます。 50%。 すいません、決着をつくのはもうちょっと先でした。抽選タイミングが次のゲームだったってことでちょっと興奮しすぎました。さあさっきのレバーで勝利をセットできてるかどうか一応青文字が出てますが、あーこの文字色が赤だとチャンスアップなんでどうだ、押します。50%なんで、はい、なるほど、なるほどじゃないんですけど、あ、フリーズしてます、フリーズしてますよ。なるほど、こういう復活パターンもあると。もうちょっとレバーでいかなくてあの終了画面行っちゃったんでもうダメかなと思ったんですけど、まあ、こういうサプライズも用意されているということで、ただとにかくこの絶勝に入れるというのがこの台のもう本当トリガー、大きなトリガーになってるんで、やっぱサプライズに満ちてましたね。びっくりした。いきます。いや気持ちいいですね。これは気持ちいいですね。そして多分島中の注目を集めますね。これは、あ、絶勝いってるって多分分かるんで周りの人も。いや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 、来ましたね。
はい、というわけで、ここからは上乗せ特化ゾーン絶勝の解説をさせていただきたいんですけども、まずゲーム数は5ゲームプラスアルファということで、まず5ゲームは保証されております。この間に次の上乗せ特化ゾーンである X ドライブのゲーム数を毎ゲーム成立約によって抽選していくんですけれども、それと同時に7揃いのカットインが発生した時に7が揃うと V ストックも獲得していくというような流れになっております。じゃあまずはですね、ちょっとナビなしなんですけれども、あ、ここでまず X ドライブのゲーム数を5ゲーム獲得したと。で、注目ポイントとしては7揃いのカットインが発生した場合、揃っても揃わなくてもそのゲームの減算がストップされるんで、とにかくこの間はカットインを引きまくりたい。カットインは嬉しい。でちょっと挟み撃ちしてみますか。挟みで転廃すれば2角です。だカットインが出た時点で、まあ、結構期待できると思うんで、打ってる感じだといいですね。さあこれでもう1ゲームかね、もう次のゲームをカットインだとめちゃくちゃ嬉しいんですけど、さあ5ゲーム、まあこれで平均以上は取れましたね。まだゲーム数あと1ゲームありますよね。あ、ゼロか。でもここまでは乗るんで平均は取ったと。でこの後なんですけれども、Xドライブのゲーム数の上乗せが発生しないイコール、まあ、終了という流れになってますので、まあ、とにかく上乗せしてくれと願いながらレバーを叩いていく。そしてなんならカットにもせしめたいみたいな。さあここですね、残りゲーム数がハテナになりました。大丈夫か。よし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 。あー、カード5番。まあレバーオンでこういう強い演出が来た場合には、まあ、乗るでしょうと、すなわち終了は大丈夫でしょうと。いいですね、いいですね。おっと、まさかのこのタイミングで、はい、これまさに我々の気持ちも代弁したセリフとなっておりますけども、このカットインが発生するとリーチ目停止のチャンスという形になります。ちょっとスイカ外れとかをイメージしてた、いきなりちょっと中断チェリー来ましたけれども、これはもちろんリーチ面になります。で狙えば絶勝が揃うと。いいですねこの静寂。さあこれでリーチ目停止ということで、あ、ボーナスランプが点数とボーナスランプが点灯しましたけれども、これでボーナスと。さあそしてですね、今一番いいところでボーナス引けたんですよ。この絶勝もしくはこの後の X ドライブ、まあ上乗せ特化ゾーン中に、もうちょっとテンション上がって喋れなくなってますけど、上乗せ特化ゾーン中にボーナスが引けるとまた絶勝に戻してくれます。この絶勝ループっていうのが、まあ、この台の最強のトリガーと言っても過言ではないでしょう。ボーナス確定。はい、はい、液晶に表示された、まあ、今回青七塚ですね、それを狙って揃ってボーナスがスタートすると。はい、そして基本的に AT 中のボーナス晴天ギャラクシーボーナスなんですけれども、特化ゾーン中に当選するとエピソードボーナスになると。でもちろん通常 AT 中にもエピソードボーナスに当選する可能性あるんですけれども、まあ、そちらはやはり何らかしらの恩恵とかがあるんじゃないかなというふうに思っております。さあそれではエピソードボーナス紹介していきましょう。残念ながらエピソードボーナス中の V ストック獲得は、まあ、なかったのかなというような演出パターンでしたけれども、ネクスト絶勝、また絶勝に戻りますんで、さらなる上乗せ目指していきましょう。ありがとうございます。さあこれで60ゲーム、さあこれで70まで来ました、うん、あーダメか。いやいやでも十分でしょう。
絶唱ループで X ドライブ70ゲームありますから、もうこれは2桁ストックも全然夢じゃない状況になってますね。いきます。で、マイゲーム成立枠に応じて抽選で、まあやっぱりレア役を引きたいところではあるんですが、このメイン役のベルでも乗ってくんで、この X ドライブ中はだからこんな感じでベルを引いた時に、まあ、演出が発生すると上乗せのチャンス。お、見ました今第2かな、ミクちゃんランプが点滅しました。これは大チャンスです。でもこれプッシュボタンまで、あ、プッシュボタンに今 V が映ってますが、これで V ストックと、いいっすね、最先よし。始まっちゃうかい。おお、マジか、ありがとうございます。まあ、このエクストライブ中はこのもうプッシュ押せるかどうかがもう期待度の大きな分岐点になってますから、で70ゲームあればまたボーナスを引いて絶勝を引き戻す絶勝ループのチャンスも十分にあるでしょうからね。おお、ミドルカットイン。さあチェリー、ああジャックチェリーか。おーおーおお、これはレア役で、ああ乗らずか、惜しい。おい、やばいっすね、いっちゃいますか。わあ、今回は中段には止まらず、ただこのスイカが外れればってことでしょうから、どりゃ、まあ、こういうパターンもあります。さあ間もなく X ドライブ終了となりますが、この70ゲーム間、あ、レア役全然引いてないぞって思ってたんですが、まあレア役本当に引かなくてもこうやって2桁乗ることもありますし、まあこの画面めちゃくちゃ強いでしょうから、最後ジャックチェリーでもしっかりストックしていく、セラソ、はい、これでですね、なんと14個の V ストック獲得しました。まあここまでこぎつければ本当に一気にいけるんだなっていうイメージもしっかり湧く、そんなエクストライブになりました。さあというわけで一通り志田解説の方が終了したわけなんですけれども、まあ私今回志田した上での感想をまず述べさせていただきますと、僕正直あんまり普段パチンコ打たないんですよ。でパチンコ信用ギアの方もあんまり打ったことがないというか、もうほとんど打ったことがない状況で、まあ、今回このパツルの方の信用ギアを打つにあたって、やっぱりこうパチンコを知らないと、まあ、入りづらかったり、なんだったらちょっとついていけない部分があるんじゃないかなというのがシダをする前での懸念だったんですけども、実際打ってみた結果、やっぱりそのレバーの叩きどころが非常に明確なんですね。一直線ゲームであったり、それこそ醍醐味である GX バトル、あとは AT 中の GX チャンス、もうとにかくここであれを引きたい、ここで何を引けばどうなるっていうのがすごく分かりやすく、パチスロの本当ゲーム性がしっかりしてたんで、まあそういった意味ではすごく分かりやすい台なので、それが皆様にお伝えできたらよかったなというふうに個人的には思っております。そしてさらにここからもう一点、分かりやすい部分を皆様にお伝えしたいと思うんですけれども、このようにデモ画面だったり通常時の時にプッシュボタンをワンプッシュするとですね、メインメニューの画面に非常に詳細な情報が出るような形となっております。例えばここ現在の、まあ、消化ゲーム数ですね、こちらはですね一直線ゲームとかで加算されたゲーム数もしっかりカウントされてますので、まあハマり台狙いとかをするときにはデータ表示器上のゲーム数ではなく、こちらのゲーム数を参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。さあそしてここすごいなと思うのが、このチャンスゾーンのスルー回数にも天井が存在するんですけれども、その今何回チャンスゾーンをスルーしているかっていうのがここに表示されるんですね。で、4回スルーして5回目のチャンスゾーンが GX バトルフィナーレと
になりまして、そこに突入するとまず AT V ソングへの突入が濃厚、さらに、絶唱突入期待度も高くなるといった形になっておりますので、この画面には非常に重要な情報が詰まってますので、ぜひ皆様もホールで打つときにはこちらをワンプッシュしていただいて台選びの参考にしていただければと思います。というわけで私の解説はこれにて全て終了となります。皆様の実践の参考にしていただけたら幸いでございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。